今から楽にしてあげるからお願いしますって行こうと思ったら行かないとわーって暴れ出した。その外で実は2体の霊が取り付く。はい皆様こんにちは、かんちゃん住職です。皆様心霊スポットってご存知ですか？俗に幽霊が出るなどと噂されている場所ですよね。よくあるのが廃屋になったホテルとか病院とかトンネルの跡地など、ちょっと考えただけでも気味が悪くなってくるかもしれませんけれども、まさか好き好んで行かれるようなことはありませんよね。いやそんなところなんで行くの、自分から行くわけないじゃん、そう思われた方は大丈夫です。ただ興味本位の肝試し感覚で行ってしまう若者っていうのがいるんですよ。まあね、こういう若者っていうのは昔からいるもんでしてね、自分が例えばね心霊スポットに行って実際霊に取りつかれて憑依されて大変な思いをした過去の経験があったとしてもですよ、喉元過ぎれば暑さを忘れるじゃないんですけれども、何事もない日常にまた戻ったら何か刺激を求めてまた違う新スポに行っちゃうんですよ。もうそうなると麻薬ですよね。だったらもうお化け屋敷に行きなさいって話なんですが、お化け屋敷の方がねある意味よっぽど怖いですからね。新スポ巡りはシャレになりません。取り返しのつかないことにもなりかねないですよ。数年前にある若者が心霊スポットで二条カレーに憑依されて命を落とす寸前まで行って、ギリギリのところで藁をもつかむ思いでこの新城寺にやってきました。その時は度胸とご祈祷の法力と強力でその若者を救ったという私の実際の体験がございます。今回はなんとその時に実際は私が除霊をして救った女の子なんですけれども、それ以来もう数年ぶりにですね、この新城寺にやってこられまして、その彼女と何気ない雑談をしていたら耳を疑うようなことを言い出すんですよ。新スポ巡りがやめられないんですよねって。まあね、半分呆れましたけれども、あんな目に実際に自分が会っているのにもかかわらずまだ言ってるのってね、もうね。なので私は彼女に新スポと言われるいわくつきの場所の恐ろしさをとくとくと語り聞かせました。たまたまビデオを回しておりましたので、その時の模様を今日は皆様にお届けしたいと思います。本当にね、悪いことは言いません。興味本位で心霊スポットに行くのだけは絶対にダメですよ。今日ご視聴くださっているご視聴者さんの中でお子様をお持ちの親御さん、子供ってね怖いもの見たさというか興味本位で心霊スポットに行きたくなる年代みたいなのが少なからずあると思いますので、もし心霊スポットに行こうとしていたら絶対に行かせちゃダメですからね、死守してください。それでも言うことを聞かなければこの動画を見せてあげてください。マジでシャレになりませんからね。そして新スポに行きたがりのそこの君、絶対にダメだよ。今からお話しするような本当にね恐ろしいことが起こるかもしれないから、この動画を見て肝に銘じてください。面白半分じゃ本当に取りつかれちゃいます。本当にもうね心からお願いしますよ。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。ではではどうぞ。入り口壊されとってそこ普通にみんな入ってきますね。そうなんだ。その時はここの2人行かずに他の人と俺行っててね。マジやめてた方がいいよ本当に。だってさ、前回あるじゃん、前回ありすぎでしょ。3回ありますよ、あれからでさ、もう何年前か、もう3年前、4年前、4年前ぐらい、4年前だなんかに大晦日、本当に12月3日にいた。もうフラフラになってやってきてさ、先輩にこう連れられて「こいつやばいんですか」って言うからさ「おいどうしたの?」って言ったらなんかもう半分意識ないような状態で、大晦日勘弁してくれよって感じでこっちもさ、家帰ったらママに「ちゃんと誰?」って言われた。あ、そうやろ、目が違うねえ、誰みたいな。新スポ行った回だよね、あれね。帰ってきてからね。いや、あればあちゃんちおったんですよ。あ、普通におってやったんだ。おばさんばあちゃんちにおって普通にみんなと遊んどって、2階行く階段あるんですよ、あの店の、そこでなんかふわってカーテン開いて、なんか見えて、みんなでキャーってなって、そこからなんですよ。ああ、本当にやめとかね。もうね、この子止めてあげる2人でも絶対やばいから、新スポンもうね、素回りじゃん、どうするよね、そこの絶対やる。いや、家にあるだけでも十分ですよ。家にあるだけで新スポなんで行くじゃん、まずそもそも。俺、結局一緒に遊んどる人が行きたい、ああ自分は別にどっちでもいいけど仲間が行くっていうから、じゃあついていくかみたいな感じで行く。今の場合は誘われる、呼ばれとる。おかしいんですよ、なんかその順番が。行かんっつったいつも誘われた時は自分で行きたい時にね、で3月も行ったし、今月も行ってきたやろ。基本最近は行きたくないけど行きたいなって思う時もある。え、どうなの？止めた方がいいよマジで。行かないでしょ、好きで行くの。いやー、そんなことはないですね。付き合い、なんかも行きたくなるよね。付き合いか、たまーに2人で付き合いがね。ひばりちゃんに付き合っていく感じ。まあそうですね。まあそうなんだ。基本周りも行きたがる。そうやね。主に YouTube で1個宿便が取材に行ってるのね。映画が始まる週の頭にさ、まだみんな多分いっぱい人来るから、あ、こういうところですと、自分行った感じでは嫌な感じしませんと、だから面白いことね、みんな来ないでくださいって言って注意喚起を動画に出してて、でちょっと今からもう変な例とか浄化していきますねみたいな感じで、でお経をあげる動画を1個上げてるのね、牛久君が。絶対心霊スポットは本当によっぽどのことない限り、もうどうしても行かなきゃ死ぬぐらいなレベルじゃない限り、本当は時間多い。遊び半分で行ったら普通についてきてもおかしくないとこじゃん。ついてくるだ、それ普通やから。だってさ、家のさ、人んちにさピンポン鳴らして「はーい」っつって出てくじゃん、普通に。わー出てきたみたいな、ピンポンダッシュしてるようなもんやから。だってピンポンしたら人出てくるの当たり前じゃん。だから心霊スポ行って幽霊出てくるの当たり前なことやから、そのレベルやから、だから出るかな出んかなレベルじゃなくて、いるところに行ってっていう状態やから、だから取り付いたから払ってくださいとかなんとかっていう話じゃなくて、じゃあ取り付くでしょ普通みたいないう感じの話や。もうじゃあさ、もう3人でもちゃんとオーラ作って、そうなら一緒に面白半分で行く人たちとはもう行かんようにしちゃうよ。他の遊びはしてもいいけど、新スポでそれはちょっとマジやばいから。スポの行った時にさ、水をつけとったの、その人が、その人の水パーンって切れて、そこでわーって思って、だからそういう現象がやっぱあるのね。でなんでそうやるかって言ったら、やっぱりメッセージをちゃんと気づいてほしいとか、早く帰れって言ってる、そうそうそう、帰ろう帰ろうってずっと言ってる。そうそう、分かってんじゃん。それでそもそもそのちゃんと原因があるわけやんね。だから今度はなるべく近寄らないようにするっていうのは、これ絶対すごい大事なことだと思うよ。好奇心あるけど、だったらまだお化け屋敷が怖いと思うよ。お化け屋敷が怖いもん。お化け屋敷だってビビらせるためにビビらしてくるから、それビビるよね。大号泣で叫ぶことるからお化け屋敷が面白いよ。ゴールあるしちゃんと。本当にね、いろんなお寺やから、除霊とか、ひまりちゃんもそれこそ一回ね、そうやって来てるし、あれやけど、いろんな除霊があって、やっててすごい思うのが、この人に気づいてほしいとか、あとは、恨みを持ってか、っていう感じの理由で、その人に取り付いてくるなの。気づいてほしいの場合は、メッセージがあったりとかするわけ、この人に。自分たちのこと忘れてる、先祖のことをどうでもよく思ってる子孫には、なんかその人に仏壇の前来たら仏壇のなんか写真が倒れるとかさ、なんか型っていうとかいうふうに気づかせるって、あれみたいになるじゃん。もしかしてみたいな気づきをしてほしいから、それに気がつかなかったら、じゃあどんどんエスカレートしていくみたいな感じ、気がつかせようとしてみたいなパターンがあったりとか。この話はね、まだしてない話やけど、ローズにホテルってあるの知ってる？あ、知らない。あるホテルが、何年前かな、もう10年もなるかな、10年ぐらい前かもしれないね。で、そこのホテルができた時に、ある事件が、ホテル自体は全く悪くない、問題なくて、大阪の方からカップルが2人、お盆の時期だったね、8月だったの。8月で先祖さんがこう帰ってきたり、墓参りとか行く時じゃん。で、その時に、その大阪から2人のカップルがデートで、ずっと石川県の海岸で遊んで、ほんで、魚津に来て、で、泊まりがそのホテル、駅前のそのホテル取ったのね。で、ホテル泊まるんだけど、8月の13日にそのホテルに予約したわけ。で、彼らはホテルにチェックインする前に、ご飯食べようって言って、駅前のあるお店でご飯を食べてたの。で、そのお店のオーナーと自分のすごい友達やったの。ほんで、その子たちがご飯2人カップル食べて、じゃあちょっとお酒も飲んだし、ホテル帰って息を休もうって言って、ほんで結構な時間にホテル帰ったんだ。ホテルチェックインして、自分たち5階だったんだよ、部屋が。エントランス入った時点で、その彼女さんの方が、なんかね、ちょっと気持ち悪いっていうか、変な感じしたんだ。で、もう大丈夫かとか言いながら、で、自分たちの部屋入りましたと。で、入って、あー疲れたな、じゃあシャーベット寝るか、みたいな言ってみたら、彼女いないんだって。で、どこ行ったんだろうなと思ったら、ベランダのとこにいるんだって、その彼女。で、ベランダのとこにいて、もう何やってんだよとかつって、危ねえからこっち戻ってこいよっつって、で、部屋にまた戻して、もう大丈夫かって言ったら、なんか、笑ってんだったの。でも、もう大丈夫、ちょっとだいぶ酔っ払ったんじゃねえかみたいないう感じになって、休め休めって言ってもいいよ、もう風呂も入らんでいいから、もう休め休もうとか言って、で、自分の荷物をさ、整理しとったらまだいなくなったんだって。で、今んの見たらベランダ半分乗り出してこっち見て笑ってんだってへへへへみたいな、こいつやばいと思って捕まえてチェックアウトしようっつって、でチェックアウトしてだから霊がいるかもしれないと思う、新しいホテルやったけどなんか気持ち悪いってなってチェックアウトしようっつって夜中にチェックアウトして1時頃それが、ほんでホテルの人と一緒に荷物を持ってもうチェックアウトしたんだ、もう行くとこないからさっき飯食ってたそこ行くしかないって、まずそこ戻ってきたんだ、まだ戻ってきたって言ってそこに霊に取り付かれたカップルの女がいるから「カンちゃんなんとかしてよ」って言って8月13日も日付が変わった14日の2時半ごろに俺に電話かかってきたの。マジかと思ってお盆ってめっちゃ忙しかったんやけど「分かった、じゃあもうしょうがないからじゃあその彼女とちょっと電話代われる?」っつって。で最初彼氏さんに代わってもらって、で状況を聞いたらそんなこと言ってるし、でちょっと彼女さんじゃあちょっと変われますかって言ったら「あちょっと変わります」っつって「マジかな」と思ってこうやって電話待ってたらさ、変わるか変わらんかの瞬間にこのスマホから電気が走ってこの右半分ボリボリってきてもうゾワゾワってきてなんか鳥肌ブワッと立って「わこれマジだガチなやつだ」と思って、で彼女さんが変わってきた「もしもし」って言うから「ああ大丈夫大丈夫安心して安心して」俺例に話しかけてるんです、でもう半分彼女かもしれないけど半分も霊に取り憑かれてるからもう安心してねって、大丈夫って気持ち悪くないってでなんかねうーとか時折言うわけさ、あオッケーもうじゃあ電話切るからちょっと彼氏さんに代わってもらえますか、今日今助けるから大丈夫で安心してねってで彼氏さんに代わってもらってで、まあ、今からじゃあタクシーで新庄寺5分ぐらいで来れるからすぐ来てこっちで何とかするからっていうことで電話切ったので、お盆中ってねお手伝い来てるお坊さんとかもいて、でね後輩がねちょうどその前の日の昼間に自分もご祈祷するんだけどその除霊のご祈祷を今まで依頼されたことがない見たことがないんですみたいな話を聞いてたの、そしたらじゃあ今度そういうことあったら一回見せるよって言ってたその夜だったから、だからこれはそういうご縁だなと思って、でその後輩を夜中起こしてさ、ほんで今からそういう人たちが来るからすぐ着替えてこの本堂でこれとこれとこれのお経をずーっとこういうテンポでとにかく読み続けてて、で俺がその除霊のお祓いのやつをその前に見せるからとにかくそのお経を唱え続けてみたいな後輩に言ってさ、俺本堂バーって電気つけてで後輩そこでお経を唱えてて、で自分もそのご祈祷の準備してその3本越えたその道路のところに待ってたんで、そしたらタクシーがヒューンガチャッて入る。だから彼氏さんはそのタクシーのお金払ってるじゃん、だから彼女がこうやってね彼女はこっちに座って、こうやったら、バターンってこう開いてさ、開いたら彼女が、ふらっって、タクシーが置いてきて、俺もうすぐそこにこう立ってるわけさ、ふらっ、もう完全に入ってるんだって、こうやってね、近づいてくるんだって、やばいっしょ。で、俺立って、ふわーってこう、やばい。ガバってこう抱きついてきて、ほんで妹になってたのガバって抱きついてきて、会いたかった会いたかったって言って、そして言ったから「分かった分かった大丈夫大丈夫対処法はいろいろあるね」でもう完全に感じるし、その霊が会いたかったって言ってる、会いたかったの理由もいろいろあると思う分かるんだけど、分かったじゃあ大丈夫大丈夫今からしっかりもう楽にしてあげるからこの子から離れようねって言って「お願いします」って。あなるほどねっていうことで、じゃあ行こうって言って行こうと思ったら行かないってわーって暴れ出した。その外でお願いしますって言ってるのに暴れ出す。実は2体の霊が取り付いた。2体の違う女の霊が取り付いた。で1人は楽になりたくて取り付いてきた。でもう1人は恨みがあって取り付いてきた。結局その時はね足と笛を持ってそのまま強制の本堂に連れて暴れるから。でそれで運んでそこの上へ行ってそこでお祓いを朝までやって「お願いします」の人はすぐにね供養させたんだけど、もう一人の恨みっていうのは新スポが好きだった2人で、大阪からね関西からずっとこう来て石川県のね心霊スポットっていうかね行ったんだって。でそこから海でこう遊んで「お願いします」って言ったのはどうもねその海で入ったらしいんだけど、もう一人の恨みっていうかねついてきたやつは新スポでふざけてたんだって2人。花火したりとかなんかやってたんだって。でそんなことやってたからついてきた霊がそのホテル入って飛び降りさせようというか自殺させようとかみたいなことをやって挙句の果てにここまで来て、朝までなかなか取るお前のお経なんか聞かないとかねお前やめろとかね、すごいこの彼女の中に入ってすごいことを言ってきたりとかして、もう本当にもう気合い入れてさ、ずっと朝までやり続けたっていうね。で朝みんなで、5時からお参りがあっていろんな人入ってくるんだけど、もうそういうギリギリまでずっとやり続けて、なんとか納得させて供養したっていう話が。新スポはね、怖いんだった本当に。今まで何もなかったか知らんけど、そういうことも実際あるから、だから本当にね、本当に頼むから、もうね、本当マジでやめてほしいと思ってさ。で怖いのを感じたいんだったらお化け屋敷行ってほしいっていう感じじゃないの、本当マジでね。そういうことあんのさね。でだって実際もうみんな見てたりとかさしてるわけじゃんね。だからもうひまちゃんもう心配でさ、ずっとねえ、あれからどうしたんだろうなと思ったけど、本当やめた方がいいからね、うん、誓ってやめるな、誓ってってことがあるから、なんか見えない世界があるって分かるでしょ。だってね、頼むよ、こっちは好きで行っちゃってるから、こっちは付き合いだからまだやめれると思う。頼むぜマジで。だからもうやめとこう。じゃあお約束してくださいね。大丈夫ですか今度これ約束できんかったら、今度来るときは多分取り付いた状態で会うことになるからね頼むよ。はい、はい、ということで、これもね、注意喚起も含めてたまたまねこういうお話になりましたけど、でもね、これ本当マジでリアルな話ですよ。だからこういったね、本当に若者、本当にね、いい子たちなんですよ。だからこそ興味本位で新スポに行ってほしくないし、なんか新スポに行ったら本当怖いこともあるっていう実際の話が、まあ、リアルな話ができたと思うので、もうね、これ見ていらっしゃる方で新スポ好きな方もしおられたら絶対やめてください。マジで心からお願いします。もう何やっても保証しませんよ。お願いしますね。はい、ということで、またね、今日のこの話をちょっとまた参考にね、しっかりと頭に叩き込んでいただきたいなというふうに思います。はい、ということで、他のね、注意喚起の含めた動画もいろいろありますので、もしよろしかったらまた他の動画でお会いいたしましょう。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。かんちゃん住職でした。